はい、どうもこんにちは、木澤です。木澤 Vlog。 このチャンネルではマイクロソフトのテクノロジーだとかデジタルガジェットとかちょっとだけカメラの話とかをしていきます。よかったらご覧になってください。よろしくお願いします。ということで今回はちょっとだけで言ったはずのカメラの写真関係の話をしたいと思います。このチャンネルでね、カメラとかこう写真関係の話をすると必ずあのチャンネル登録者数が、ね、減ってくんですね。ちょっと別にね、サブチャンネルの方で、映像とか撮った映像の作品っていうのはほどでもないんですけども、まあ、そちらの方で流してまして、もうちょっとそっちの方が軌道に乗ってくればね、この写真の話はどんどんその写真のサブチャンネルの方に移していこうかなと思っております。で、今回お話しするのはですね、まあ、前回の Vlog でお話ししましたハイパーラプスを撮ってきましたという話で、まあ、それでね、実際ですね、加工をして動画にしてみました。でこれサブチャンネルの方にも出していますが、ちょっとねこの後まず作ったものっていうのをお見せしたいと思います。じゃあどうぞ。はい、それでいかがだったでしょうか。実は9秒間かな、ものすごい短い動画なんですね。で本当はもっと長々と撮りたいんですけども、実は最初の横浜のみなとみらいのビルをこう移動する絵がありますね。あれはですね、実際30分ぐらい撮影してます。で、作った動画が7秒っていうね、いや悲しいなってところもあるんですけど、まあそのぐらい手間がかかるっていうものですね。前々回でねお話ししましたように、どうやったかっていうと、カメラを三脚に取り付けて1枚撮影して、またちょっとずら、まあ、レンガのこうブロックがありますので、そこのブロックで等間隔に移動させて1枚撮影して1枚撮影してっていうところを順番に撮っていって、まあ、それもねちょっとカメラの位置も結構気をつけてですね、ブレないようにっていうか、常に何か目標を定めて、その目標に対してレンズをこう向けてって撮っていくということをしました。でそれを撮りまして、たくさんの画像にしたっていうところで、まあ、今回ですね、このお話を実際どうやって加工したかっていうところをもう一回ちょっとお見せしたいなと思っています。で、使うソフトはソニーのですね、イメージエッジという画像処理ソフト。これ無料でダウンロードできます。そして動画編集はダヴィンチリゾルブ。これも無料で使えるものもありますので、それを使っています。これが撮ってきた画像なんですね。全部で222枚あります。こういうふうにですね、コマ撮りしていくんです。これをずっと撮ってきました。でね、これ撮ってる間ね、結構みんなじろじろ見るんですよね。この人何やってんだろうっていう、何やってるけど出来上がった画像はすげえぜと思ってるところなんですが、まあ、こういったものがあります。で、これをまず動画に仕上げます。で、まず立ち上げるプログラムが、ソニーのですね、イメージングエッジデスクトップというと、ここからね、このビューアーっていうのを立ち上げます。で、この中からさっき今お見せしました222枚のファイルっていうのをフォルダで指定すると、こういうふうにたくさん出てきますね。で、これをまず全部選択をしてですね、で、ツールからタイムプラス動画の作成っていうのがあるんで、これを選びます。で、ファイルネームね、じゃあこれハイパーラプス1として、で、サイズはここね、ちょっと思い切って 4K サイズとかにしてみる。で、ここまでやったところで動画の撮影をします。こうやって処理をしてくるわけなんですね。ちょっと待ちます。もうすぐだ。はい、これで、ね、処理が終了しました。これで MP4 形式の動画ファイルが出来上がりました。で、これちょっとね、この状態で一回再生してみましょう。もうガタガタですよね。ちなみに手前のここの荷物を置いてる方ね、私が撮影していた時にちょっと気を使ってどけてもらったりしました。本当にここで釣りをしている皆さんありがとうございますっていうところなんですが、まあこういったところでね、非常にガタガタなんですね。で、これを手ブレ補正を直すってところで、ダヴィンチリゾルブを使って補正をします。ソニーのこれイメージエッジはこれ終わりですね。で、じゃあダヴィンチリゾルブを起動してみます。まあ、ちょっとね、適当にプロジェクトを立ち上げて、で、先ほどの画像を
入れます。はい、ちょっとエディットページですね。エディットページで、先ほどの画像ですね。こちらをちょっと入れます。まあ、ちょっと再生してみますね。まあ、こんな感じでガタガタのままです。ここでですね、編集メニューのところからスタビライゼーションっていうのを選びます。でここでパラメータがいくつかあるんですね。遠近にするだとか、ズームだとかっていくつかあるんですが、でここでね、まあこれはそのまま遠近、この標準設定のまま使いたいと思います。ここでね、スタビライズボタンを押します。これで解析をして、アナライジングって出てますね。今これ動画を解析してます。解析をして、これ今スタビライズを終わりました。実際これでやったのを見てみましょう。どうですか？ちょっとこれ滑らかになりましたよね。ちょうどこのランドマークタワーを中心に焦点を当てて撮ったんですが、まあちょっと最初だけずれてますけど、まあこんな形でね、あまり動きもすごく安定して表示されるようになりました。で、空の雲の動きとかもね、一枚一枚撮っていくのに、大体その何十秒とか1分ぐらい空けて撮ってるんで、この雲の動きもだいぶ変わってくるんですよね。これがやっぱりタイムラプスの面白いところですね。うん、はい。まあそういったところ、ちょっとこう、後ろのところは、ここら辺はいらないかなってところは、まあ、ちょっとカットするとかね、して、あとはこう BGM をつけたりとか、そういったことをやって、動画となりました。まあそういったところで、ね、こういった形で、一つ一つコマ撮りで撮った写真を、一回動画にして、さらにそれをダヴィンチリゾルブで手ブレ補正の修正をして、こういったタイムラプスの写真を、動画を作るということができるというところをお見せしました。まあ、こういったところで非常にね、手間もかかるんですけども、仕上がったところはやっぱりこういった自分でもおおと思うようなところがありますんで、まあ、これね、今後も作っていきたいと思ってますし、ちょっと挑戦してみてもいいかなと思っております。これを一回作るとタイムラプスの動画をが YouTube にたくさん、ハイパーラプスの動画がですね YouTube にたくさん上がってるんですけど、いやこれこんな苦労したんだろうなっていう風にね、すごいね分かりますね。特にみなとみらいの夜景っていうのは私も非常によく撮ってて、大体もう場所も大体もう分かってるんで、あこのアングルからだとこの位置で大体ここら辺をずーっとこう移動させて撮ったんだなとかね、そういったのもありますんで、まあ本当に皆さんの苦労っていうのも分かる気がしますし、ただこう出来上がってくるものがね、こういった楽しいと、ちょっとそこら辺の撮ってる間もモチベーションがありますんでね、ちょっと今後私も撮っていきたいと思ってますんで、まあ、もし参考になれば皆さんもぜひ挑戦していただければなと思っております。はい、そういうことでね、今回はハイパーラプスを実際撮って動画に仕上げましたという話をさせていただきました。またいろいろ面白いネタがありましたら発信していきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。はい、ではどうもありがとうございました。ではまた。